とうございます。それではこれから年頭の記者会見を始めます。まずはじめに知事からご挨拶があります。どうも新年明けましておめでとうございます。休園中は大変お世話になりました。本年またよろしく お願いいたします。そうですね、休年中はですね、10月に就任したわけなんですけれども、早速いろんな事件が、事件であり災害でありまたあったわけなんですが、それを皆様から正しく適切に報道していただき大変ありがたく存じております。本年もですね、またいろいろあるかと思いますけれども、また私は本当に、報道って非常に重要な役割を担っていらっしゃると思っておりまして、ぜひいろんな県の動き、政治等々をお伝えいただければと思います。まずはそんなものでございますが、はい、以上です。代表質問ありませんので、各社から。そうですね。ないですか。なければ終わっちゃいます、ね。はい。はい。赤新聞の私も、はい、先ほどの年頭職員の方や町議でもおっしゃってました、予算編成が本格化いたします。その後町議などですね、具体的にどういう指示を出されたのか、県民カラーということでしたけれども、お話しいただけますでしょうか。挨拶と同じでして、とりあえずやはり目の前の問題にきちんと対応するっていうことに尽きるんだと思いますね。でそして懸案的なものは多々ありますので、それらについてはきちんと対策を練っていきましょうと言いますかね、きちんとした対応をしていきましょうというふうにお話ししました。はい、どうぞ。毎日新聞です。ありがとうございます。本日よろしくお願いします。はい。糸魚川の大火の関係で、県庁ご予算が終わってからですね、その後いろいろと動きがありました。そのあたり改めてちょっと教えていただけますでしょうか。そうですね、被災者生活再建支援法 の適用と言いますかね、適用は県がするんですけれども、それを適用して問題ないよというふうに国の方で言っていただきまして、大変ありがたく思っております。でこれによって瓦礫の処理等はほぼ自己負担ゼロでなされることは決定しておりますし、またその他の法令もこれに準じて適用されるものと思いますので、相当程度に被災された皆さんや自治体 の財政的負担は小さい中で復興はできると思います。でこれはやはりなかなかお金の問題とは非常に大きな問題でして、それがネックになっていろんなものが進まないということが起こりづらくなるわけですから、逆に言うとその財政的なところをきちんと国から手当てしていただきましたので、むしろこれからは市および県の責任が非常に重大なところであるというふうに認識しております。ですので市県はですね、やはり迅速な復旧復興に努めてまいりたいとこのように考えております。でかつ残念ながらといいますか、もう見た通りあの一角の町は、ある種文字通り消失してしまったわけですから、これをですね、いかにより良いより新たな町を作っていくかということに全力を尽くしていきたいと思います。もちろん被災された皆さんの生活再建の大前提としてですけれども、はい。その中でですね、いろいろ知事も歩かれてですね、具体的な事業主さんとか、そういったところは知事も相当力を入れられたいようなことはおっしゃったと思うんですが、その中でやっぱり、特にここはやっぱりやらないといけないなと思われた点があると思いますが、お聞かせいただければ。早速、非常に事業、意欲の事業意欲といいますかね、再開意欲の高い事業主さんは複数おられて、で早速、鶴木屋さん、料亭の、ね、鶴木屋さんは、今日、仮設店舗って言いますか、仮設の調理場ですかね、臨時の調理場での保険許可、衛生許可は下りる予定ですね。で、それはまさに県の仕事なんですけれども、でこれを、やはりはきちんとバックアップしてですね、一つの復興の象徴になっていただけるとありがたいなと思っております。あと加賀の石城さんもやはり極めて再建意欲の高い事業者さんで、でこちらはですね、こちらはなかなか仮設でっていうわけにはいかない、臨時ってわけにはいかないご商売ですから、でこちらはなるべく早くですね、でしかも場所としてはもう場所以外ではあまりちょっと考えづらいっていうところであると思いますので、そちら進めさせていただきたいと思います。でそうすると、それはもちろん皆さんそう思うと思うんですけれど、それはそうだと思うと思うんですけれども、同時に今度はその他の部分では、今度は被災された方々の合意を取っていかなきゃいけないところがあって、多少なりともやはり防火に強い街を作っていこうと思うと、
まあ、道幅も変えたりですね、まあ、多少街並みを少しは変えていかなきゃいけないと、そうするといろんなプロセスが必要になるということがありますので、県としてはその迅速にやるべきところと、かつ、まあ、時間を取るべきところがですね、やっぱりこれは混在するんですよね、その火事とかっていうことになりますと。でその混在を、まあ、うまくバランスを取っていくっていいますか、うまくその仲介していくのをしっかり取り組まさせていただきたいと思います。まあ、時間を取るのも大事ですし、もう早くやらないとこうやっぱりどんどん人が抜けてしまいますから、人が抜けないようにきちんとバランスを取りながら町を復興していきたいと思います。そうした中で年末まで対応に随分それこそ先ほどの挨拶の中で粉骨再審ということがありましたけれども、今日に皆さんとお伺いだと思うんですが、市自身はお正月はちゃんと過ごせましたか？お正月だけはさすがにちょっとやっぱり人間やすい、私自身はそんなにワークライフバランスのライフの方は必要でないタイプではあるんですけど、とはいえですね、まあやっぱり休むのもやっぱり大事ですから、それなりに休ませていただきまして、ありがたいことに皆さん、はい、まあ分担してってことですけれども、休ませていただきましたね。ちょっとプライベートの話かもしれませんけど、どういったことされてお掃除になったんですか？いや、だいたいですね、まあ、まず、まあ、1日はそうは言ったって挨拶するわけですよね。で、2日はそうは言ったって寝るわけですよね。もうほぼ寝るわけです。で、3日はさすがにちょっとこう運動とかするわけです。で、それでもう大体終わるっていう感じで終わりましたね。まあ、それは十分、随分ありがたいですけれど。ありがとうございます。はい。新潟日報の田原です。よろしくお願いします。知事、年頭の挨拶の中でも先ほどもありましたけど、結果的に出てきたものが米山カラーであると、まあ、そこにこだわるという話がありましたが、まあ、それを年頭の挨拶でこうお話しされようと思われた思いみたいなものって何かあったんでしょうか？ちなみにこだわらないんですよ、僕は。米山カラーにこだわらないというのがあって、はい、思いはあってですね、結構私は常にと思うんですけれども、やっぱりなんであれ是々非々であるべきだと非常に思うんですよね。で、いや、その、異性、まあ、行政の、この、まあ、それこそ、この責任、まあ、トップではあるわけですよ。ちょっと口幅ったいですけども、ね、行政のトップという立場としての思い入れって、それあってないと困るので、あっていいとは思うんですけれども、それはもうあくまでその、やっぱり、今ある現実に対してどう対処するかっていうのは前提であるべきだと、非常に思っていてですね。で、まあ、報道、そこ、今、ここは報道の皆さんが集まっている場ですけれども、報道の皆さんから米山からって言われるたびにですね、微妙に、米山からを出すことは全く目標じゃなくて、本当にこう、今ある問題を解決することが目標であって、まあ、その解決の仕方にその人の特徴が出るだけであって、カラーを出したいなんてことは、ここは本当にかけらほども思っていないので、そこは共有したいなというところですね。やっぱり、目的は、その、問題を解決して、対処して、より良くしていくことであってですね。まあ、だから、カラーを出したいなんてのは、ちょっとこう、本末転倒感があると思うので、で、それをこう、ぜひお伝えしていただいて、させていただいて、その、これからの一年の仕事に活かしていただければと思って言わせていただきました。もう一点、はい、就任後、臨時議会と、まあ、通常の12月議会でございまして、まあ、とはいえ、まあ、最大会派の自民党と、まあ、知事は、ね、その退陣ではなく、担当と向き合いたいという話がありましたけれども、まあ、こう過ごされてきて、向き合われてきて、どのようにこう評価というご自身なりの評価というのをされてますでしょうか？まあ、まだあまりにも前哨戦ですからね。それほど評価できれば、まだ難解ではないのかなと思っております。まあ、もちろんそのご承知の通り、その県議会ではその再質問までということはいろいろ言われてはいるんですけれども、まあ、私はそれこそああいう状態からしか始めていませんし、まあ、そもそも議論は好きなので、もし自分が議員だったら絶対なんであれ再質問、無意味にはしませんけれども、疑問点があれば再質問でも再々質問でも許されるところまでやると思うので、まあ、逆にその疑問があった議員の方々はそうするのは何の問題もないと。で、かつ、まあ、それに対しては、まあ、自分としては相応に応答できたんではないかというふうに思っております。ただ、まあ、何せその、今の臨時議会は、基本的には理念的な部分が非常に大きかったですから、まあ、議論としては、ものすごく踏み込んだものではなかったと思いますね。で、これからやはり予算が入ってくると、より、そこは、実質的な議論になりますので、そこで本当にこう、なんて言いますか、それこそ、まあ、なんて、一つの方向を作っていけるのかどうかが真価が問われるところだと思います。
ありがとうございます。はい、どうぞ。NHK の申し訳です。ご注意よろしくお願いいたします。知事になって初めて迎えられた新年ということですけれども、今年どういった課題を特に力を入れて対処していきたいかということと、あと明日も早速広瀬社長、橋本会長、東京電力が来られますけれども、今年の原子力行政、県の原子力行政ですね、どういったことを行っていきたいかということについてお伺いします。まあ、すべからく、力を入れていかなきゃいけないので、特にどれって言うと、漏れたところが、怒られてしまうのですけれども、まあ、とはいえ全部言ってると、結局、相馬だけで、焦点がね、絞られないと思いますから、まあ、一つは、やはり、知事選で大きな争点になりそう、今ご質問があった通りの原子力の問題でございまして、で、これは検証をしっかりさせていただきますということですから、検証体制を、きちんと作ってですね、で、かつ実質的な検証、今よりも少し大きくした検証を始めさせていただきたいと思います。で、その中で、もちろん来られる東京電力さんにも、まあ、国にも、まあ、その他の関係機関にもご協力いただきたいと思いますので、まあ、明日のお話は、それこそ、まあ、今までのスタンスを確認した上でですね、まあ、こちらとしてはもう、言った通り、どんどんと検証を進めますので、必要な情報を提供してくださいと、ご協力お願いしますということをお伝えすることになると思います。で、また公約の中で、非常に大きな、また、君の皆さんからの、反響といいますかね、問い合わせも非常に大きいところである、給付型奨学金の制度設計、まあ、今年度は、来年度ですね、今年というか来年度。制度設計になるだろうと思うんですね。あれ始めちゃいます。始めると非常に大きくなってしまいますから、あまりこう見えない段階ではちょっと始められないものですから、制度設計になると思いますけど、そこはぜひですね、具体的な制度設計に、まあ、再来年度から実質稼働にできるようにですね、進めさせていただきたいと思っております。で、あと、病院、まあ、医療介護の問題ですね。こちらも大きなところで書かれましたけれども、医療介護につきましては、まあ、これはすでにできているプランの着実な実行というところとですね、まあ、今のところそんなにまだ、発表できる段階でもないんですけれども、県民健康ビッグデータというお話は、あれはあれで、決して夢物語ではなくですね、まあ、少なくとも着実に構想としては大きいんですけども、着実に実行できるところはあるので、その部分をきちんとやって、きちんと次々と大きくなっていく道に乗せたいなと思っております。で、あとはもちろん、ちょっと、ね、これ言い出すと結局言わなかったのが怒られてどんどん言ってしまって、キリがなくなるんですけれども、もちろん、板垣の復興をね、全力で取り組まさせていただくと同時に、まあ、懸案となっている、多少なりとも大きな、公共事業といいますかね、インフラ整備的なものは、それはしっかりと進めさせていただきたいと思っておりますね。ね、そこはちょっと国との関係、それどうなのか分かんないんですけれども、私自身は国との関係が悪いとはあまりそう思ってもいないというか、そう感じてもいないので、ある程度進ませることができることもね、一つや二つは出てくるんじゃないかなというふうに期待しております。ね、そのためにはいろんな、汗を流したいと思っておりますね。はい、技術的なところもですね、まあ、今やってるのってある程度項目を絞っていると思うんですけれども、技術的なところも私自身は、まあ、少なくとも今、すでに出ている調査報告って4つありますから、あれをきちんとレビューできる体制のものを作りたいと思ってますね。で、あと健康に関しては、健康をきちんと検証できる体制を作りたいと思いますし、で、避難計画に関しましても、これは地方、各、基礎自治体、立地自治体やその他の周辺自治体も含めて避難計画を作りながらっていうことになっていくと思うんですけれども、避難計画を迅速に作ると同時にこの検証を進めていく体制も作りたいと思っております。はい。時事通信の笹澤です。よろしくお願いします。今のお話に関連してなんですけれども、検証ということで、まあ、明日答弁とお会いされると思うんですけれども、答弁との合同の検証委員会、知事にならなくてからはまだ開催がないかと思うんですけれども、そのご予定はいかがですか？もちろん進めさせていただきたいと思います。そうですね、そちらも、まあ、明日は、まあ、それこそね、
スケジュール調整みたいなことをするところではないんですけれども、あれもきちんと進めさせていただきますということはお伝えさせていただきたいと思います。いろいろと鳥インフルエンザですとか、まあ、ひどいがんの大火でいろいろお忙しい日々過ごされましたが、原発の視察というのは私は考えていらっしゃいますか？もちろんですね、はい、それもぜひ変化していただきたいと思いますね。いや、まあ、本当に早めにとは思います。で、まあ、早めにと言いますか、すごく急ぐという意思、まあ、なんとか伸ばすという意思はないということですね。で、まあ、スケジュール調整できて、できたその早いところでというふうに思いますので、まあ、もちろん年度内にとは思っていますけれども、ただ、まあ、これまた予算編成が入ってきたりですね、結構まだこれスケジュールを見る限りだいぶもう詰まってはいるんですね。だから、まあ、その合間を縫ってにはなると思うんですが、遅くなく聞きたいと思いますね。はい、はい、そう、UX です。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと一般的な確認で恐縮なんですが、再稼働の議論となっている条件として挙げていらっしゃる、まあ、福島事故、健康被害、避難計画とそれぞれ検証とおっしゃっていました。このいわゆるその進める順番のという意味での優先順位というのは、おっしゃっている順番が大体進めていくステップというような、まあ、論理的には、ね、そうなるとは思うんですね。ただあんまりこっちを終わってから、こっちを終わってから、こっちを終わってからっていうつもりはなくてですね、まあ、ほぼほぼ平行でいいんだと思うんです、検証自体は。まあ、平行でやりながら、論理的にはやっぱり事故が起こってから、健康の被害が起こって、健康の被害を防ぐためにその避難していきますから、まあ、どっちがどっちを参照にするかという話としては、やっぱりそれぞれが先行しないと参照にできないので、そういう方向にはなると思います。ただ、こっちは全部終わってからこっちを始め、こっちは全部終わってからこっちを始めというふうには考えていなくて、まあ、私自身も全できる限り早めに全ての対策を整えたいと思っています。ただ、まあ、なかなかこれ頼む人もこっちが頼めばうんって言ってくれるわけじゃないので、いろいろうんって言ってもらうための体制も説得と言いますかね、調整等々も必要ですので、まあ、そういう意味では多少なりとも全体が揃うのには時間がかかると思います。という意味では、この順番で必ずお話しされているという理由というのは、ひとまずは論理的なというところ。そうですね、はい、論理的なものがあるので、そうです。まあ、逆に言うと、事故原因を調査してから別段その避難計画って特に参照する必要ってないんだと思うんですね。事故原因には関わってこないじゃないですか。避難には事故原因は関わってくるけどということですね。で、まあ、そういうことが、それでこの順番で言ってるってことです。はい、手に入れないですが、私もお願いします。今の関連してなんですが、検証するのは、確認なんですが、県の技術委員会でよろしかったですか？そうですね。だからそこ、技術委員会ってまさに言葉通り技術なので、で、しかも、まあ、技術という意味はその原子力技術という意味ですね。原子力って原発技術っていうぐらいな意味ですよね。で、そうすると健康等々に関しては、まあ、必ずしもというか全く専門家でないと。で、避難計画に関しても専門家でないので、それぞれ、まあ、技術委員会に相当するような、その委員会を立ち上げていくことになると思いますね。今あるのとは別に、委員会としては別になると思います。別にして、そこはもちろん残って、で、今ある技術委員会が、主にはその事故原因を、検証していただいて、で、健康については健康委員会的な、ちょっと名前とは決めていませんけれども、で、避難に関しては避難委員会的なものを作って、かつそれを統括するような委員会があってという形になっていくと思います。その委員会は年度内に何とか目処をつけたいんですよね。だって人が全員揃うとは思わないので、だ少なくともそのロードマップであったり、その形に関しては年度内にお示しさせていただきたいと思います。それはなぜかというと、それをするための予算を、通さなければいけないわけですから、予算をお願いするにあたっては、それは概略としてどうなのかと、それぞれの人が必ずしもその全部キャストできているわけではないでしょうけれども、どういう方向でいくのか示さなきゃいけませんから、それはもちろん示させていただきたいと思います。もう一つ確認ですが、何年スパンでこの3つの検証というのはお考えでしょうか？それは、まあ、事前にはまだわからないのでやりながらとは思いますけれども、まあまあ、普通に考えたら私 3,4 年はかかると思うっていうのが、まあ、ものすごくザクッと思うっていうのが一つと、あとはまあそれはやっぱりこう4年任期っていうのはあるわけですから、その任期の、終わったところというのはですね、任期のこう接続部分では、それはきちんとそれこそ今度は私自身が何をしていたかを検証されるべきと言いますかね、私が検証したことを検証されるべきというところがありますから、
その検証に耐えるようなものは出させていただきたいというふうに思っております。新潟日報の小原です。よろしくお願いします。予算編成と並んで人事等も今後ご説明を迎えるかと思うんですけれども、それこそ米山からみたいなのを考えてらっしゃるのか、何か人事についてどういうような考えで。あんまり言うとね、人事ってあんまり言えないんですけれども、県政と話としては同じで、特段自分の殻を出したいと全く思っていないと言いますかね、その適材適所であるべきというか、その問題を解決するのに一番ふさわしい人がなるべきだというふうに思っているので、その結果、そのなんか選択を迫られたときには、それはその最終的な決定権は、人事権はその知事が持つというのがね、この組織ですから、でその結果としてそのカラーがもしかして出るかもしれませんけれども、特段出すために何かをしたいとは思ってないっていう感じですね。はい。はい。新潟日報ですけども、よろしくお願いします。お願いします。市町村との関係なんですけども、昨年末にですね、定期的な協議をしていくということで、市長会、町村会と合意した、確認したと思うんですけども、それを受けてですね、今年はその市町村との関係というのをどのような形に、成熟した関係と含めてですね、どういった形にしていきたいのか、そのあたりはいかがでしょうか。もちろんその、成熟といいますかね、私は本当にこうなんていうかこう役割分、きちんとこう意思疎通ができる関係を築いていくべきだと思っています。で、初回ですから、前回やったのは初回ですから、お互いにこう、なんていうか挨拶で、お話できたらよかったねって話になると思うんですけれども、実際に実務が始まってくると、それは立場が違うところ出てきますから、必ずしもこう仲良くみたいな話にはならないと思う。それは意見の違い出てきますから。でもそれをずっと継続的にやり続けられる、かつきちんと実務的にやっていけるっていう環境を築いていきたいと思っています。それこそ定期的にやることの良さってそこだと思うんですよ。定期的にやるのだから、きちんとスケジュール感を持ってます。それに際して議題も選んで、で、かつ、事前にちゃんと調査をして、で、相互のその違うところっていうのをきちんと事前に見れると。で、その中でこの違いをどう埋めるかって話をきちんとしていけるっていう関係がいいんだと思いますね。実務的って言い方をすると冷たく感じられてしまうかもしれないんですけれども、私は全くそう思わなくてですね、何せ県政であれ市町村政であれ、目的は、同じ話に言っても申し訳ないんですけれども、目的は目の前の行政課題を解くことであると。要は、行政課題を適切に、解決していける、市町村と県の関係を構築していきたいというふうに思っている。ってことでしょうかね、まとめると。一旦近隣県とのですね、連携の強化ということもおっしゃってたと思うんですけども、近隣県とは3県とか4県の知事会の枠組みなんかもあるんですけども、その中でも含めてですね、そのあたりのこう近隣県との連携については今年はどのようにこうしていきたいなというか。これも同じというところで、ね、あと結局この近隣県との連携も、その連携自体が目的なわけではないわけですよね。何に必要だから、連携するのかってことだと思います。で、大きなものは、一つは観光であり、で、一つは、区分けするなら、医療と災害って話になるんでしょうけど、その手のなんていうか危機対応ですね。それは実は似たようなものでして、医療もなんていうか、常時ある医療においてはそんなに連携っているかっていうと、そうでもないんだと思うんですね。それはあって悪くはないんですけれども。どっちかというと、緊急医療とか、災害における緊急対応みたいなもので連携っていうのは非常に必要となってくると思うので、観光部分と、緊急対応的なところで、ぜひ連携はこう、深めていきたいと思いますね。それは、やっぱり広域行政っていうのは、より広い方がいいところって出てくるわけですから、そこはぜひと思います。で、そちらもやっぱり問題を解決していく、やっぱり、きちんと問題を解決していける体制を築いていきたいというふうに思います。具体的なイメージしているような、スケジュール感とか、あるいはなんて言いますか、今おっしゃったことをやっていく上の舞台といいますか、場みたいなことなんか。知事会で、もちろんね、それぞれの知事とお話はさせていただくんですけれども、もちろんそれも大事なんですよね。確かに知事同士がいがみ合ってると、なかなかそういうの進まないんですけれども。で、そこで、お話しした上で、私、本当のところは、やっぱり事務レベルといいますかね、お互いの、
やっぱりその、まあ、知事、ね、仲良くするのは大事なんですが、仲良くしたからって何か起こるわけじゃないので、本当のところは。やっぱり事務レベルできちんとしたその議論ができていくって、その体制が築けていけることは大事だと思うので、まあ、お話しさせていただいた上で、それこそこの今回鳥インフラの、ね、非常に教訓も得たところですから、その備蓄やその総合融通などの技術的な話は進めさせていただきたいと思いますし、まあ、今回、糸魚川でも随分、私の記者会見の答えもちょっと、前後してしまいましたけども、結局富山と長野からね、救援来ていただいたわけなので、それらの連絡体制を、やっぱり事務レベルできちんと詰めるということをさせていただきたいと思います。はい、すいません、2回目、朝日新聞の松田です。新年なので少し大きな話で、はい、まあ、年末年始のニュースなどですと、やはり EU の離脱ですとか、トランプ大統領で分断というような言葉も戻っておりました。まあ、そのような社会に対してですね、どんな所感をお持ちで、実際感じてらっしゃるのかということと、まあ、不安のある中、懸命に何かメッセージがあればお願いいたします。まあ、いや、私は分断は感じますよ。分断、そうですよね。まあ、一つは、やっぱり、停滞してるからなんだと思いますね。分断っていうのは出てくる大きな理由の一つは、社会がどんどん前に進んでいるときって、みんなが共通の夢を持つわけですよね。まあ、より良くなるっていうのは一つの夢ですから。で、共通の夢を持っているときって、まあ、人って、まあ、なんていうか、こう、協力しやすいって言いますかね。そんなに、その立場によって変わらないわけなんですよね。で、ところが、まあ、まあ、日本はある種停滞していますし、まあ、世界全体でも、まあ、ある種の停滞感ってあるんだと思うんですよ。それはまあ、日本よりは随分 GDP 伸びてる国は多々あるんですけど、いずれにせよ世界全体のそのちょっとした停滞感ってあると思うと。で、停滞感があると、まあ、人は、ま、どうしても、こう、なんていうか、共通の夢がないわけですし、まあ、こう、それこそ私が最初に言った通りですね、幸せはみんな幸せは同じ幸せだから共通の夢なんですけれども、不幸というのは捉え方がそれぞれになってしまうので、この不幸に対してそれぞれがそれぞれの不満を持つわけなんですよ。で、その不満の持ち方がある人は極めて民族主義的な不満を持つわけですね。外国の人が悪いっていう、自分の国は正しく外国の人が悪いっていう不満を持つわけ。で、まあ、またある人は逆にですね、まあ、そんな、排外的な人が悪いっていう不満を持ったりするわけですよね。で、それはまあ分断につながっているんですけど、だろうと私は思うんですけれども、で、そうするとまあやっぱりそれを解いていくのは、まあそれこそ政治の役割でしょうと。で、政治をやってる、まあ政治的リーダーというものはですね、それはまとめ上げるってちょっと申し訳ないんですけれども、まあ、分断、意見の違いでいいとして、で、しかしお互い憎しみ合わない関係を築いていくっていうのがそのリーダーの仕事だと思うので、そこはやはりリーダーがちゃんと言葉を尽くしてそうやっていくべきだと思いますね。あともう一つは最初の話に戻って、やっぱり希望、言葉を尽くして仲良くしようっていうのも非常に大事なことなんですけれども、同時にやっぱり夢を作るって大事なの。共通の、最初に戻って共通の夢があれば、実は本当のところ、指して言葉もなくても、社会の分断って割に解消していくわけなんですね。だからまあ、夢を作っていけるっていうのが一つでしょうし、あとはまあもちろん、言葉を尽くしてやはり分断しないようにするっていう、その二つに、まあ政治リーダーは取り組むべきだと思いますね。ただまあ県知事っていうのはそこまで大きな仕事かっていうのは、大きな仕事なんですけれども、それはどっちかというと、国政における政治的なリーダーが果たすべき役割だろうというふうには思います。産経新聞の一番です。今年もどうぞよろしくお願いします。2つ伺います。まず夢についてですが、別の意味の夢ですね。夜眠っている時に見る夢なんですけれども、今年の初夢というのは見られましたでしょうか。まあ、多分何か見たと思いますね。それ多分何かご覧になられた夢っていうのはおぼろげながらでも構わないので、どういう夢を。いや、大変恐縮ながらあまり面白い話がなくてですね、これ大体僕確かに夢を見るんですけれども、ほぼほぼなんか日常生活で、でかつそれがちょっとやっぱり夢を見てる状態ってちょっと朦朧とするわけですから、その日常生活でかつそれがこう辻褄が合わないような夢を見ることが多いんですね。で、まあ、例えば県庁の普通にこう仕事をしているんだけれども、なんかこう、そうですね、
こうなぜかこうプリントアウトじゃなくてこうパソコンに作った原稿をこう手で書き写そうとしていて、それは書き写せなくて、時間までに書き写せなくて困ったみたいな、そんな変なタイプの夢を、そういう見ることありません？皆さんも。なんかこう、日常生活に状況としてはこう一致しているのに、何か非常に変なところで辻褄が合ってないみたいな、ありますでしょ？まあ、その手の夢を見るので、でも、で、この初夢も、なんか明らかにね、こう、その仕事系の夢で、でもなんかつまんないことで悩んでたような気がします。だからそれこそこう書き写せないだったかなんかこうそう県庁なんかその県庁にいてなんか仕事してるんだけれども何かでなんかこう間に合わないって言ってたような夢だったような気がします。ただ間に合わない理由は極めてなんかわけのわからない理由だったような気がしますね。もう一つなんですね。はい、今年は米山知事は、まあ、50歳という、まあ、一つ節目も迎えられますけれども。今年中に、まあ、講師含めて何が何でもこう達成したいそれはもう答えを期待されているところなんですが確かにこの 40代のうちに結婚したいと思いますね。50代、いや本当に50代になると確か確率は 0.1% なんか 1% を切るんじゃなかったでしたっけ。50代独身男性のその後結婚できる確率って確か 1% を切るんだと思いますよ。40代で確か 3% ぐらいで、あんまり正確には覚えてないので、全然デタラメだったら利用してください。それぞれの皆さんが調べていただいて、正しい数字を当てはめていただければと思うんですけれども、確かにこう、ガクンと下がるっぽいので、ガクンと下がる前に、いや、40代ですって言えるまでね、言えるうちに、結婚させていただきたいなとは思っておりますが、はい。まあ、それは、わかりませんよね。わかりませんですね。で、まあ、こうの方は、本当に再三述べているところであるんですけれども、まあ、いくつもの公約の課題というのはあって、で、それがその、今年中にで、なかなか完全にできるとは思わないんですけれども、ぜひ今年中にですね、まあ、トラックに乗せるって言いますかね、こう、日報3時間のインタビューで書いてなんて言うと怒られるのかも、特定のシャープの姿勢をしても怒られるかもしれませんけれども、まあ飛び上がって、多少なりとも滑空と言いますかね、ある程度こう、目処がつく状態には持っていきたいなと思いますね。それは複数あるわけなんですけども、まあ原発の空だってそうですし、ね、あれも、給付型奨学金もそうですし、ね、医療の話もそうですしね。で、あとは本当にその懸案となって、また、糸ヶ谷もそうですし、懸案となっている工場中もそうですし、それら、多少なりともこう乗せていきたいなというふうに思ってますね。はい、ありがとうございます。はい。日本農業新聞の妻木です。私もどうぞよろしくお願いいたします。目の前の大きな課題に対応することが大事というふうにおっしゃっておられました。農業の分野でですね、目の前にある大きな課題と、どのようなものがあると考えていらっしゃるのでしょうか。よろしくお願いします。はい、農業はですね、それは TPP もね、ありますし、その米の価格調整、生産調整が終わるという、この極めて大きな問題もあります。で、まあ、TPP の方は、まあ、正直、まあ、これは何事もなく終わるんでしょうね。まあ、80%、90% の確率では。まあもしかして突如トランプさんがやっぱりやればっていう可能性ゼロではないので、みんな世界中がぶったまってますけれども、まあ、ね、まあそこは終わるんでしょう。ね、一つの大きな課題はやっぱりその生産調整の終了で、ね、これは極めて悩ましい問題だと思っています。それは県としていろんな、例えばこの計算方法で、こういうふうにやりますっていうことは簡単なんですけれど、まあ、簡単な、それも難しいです。それですら難しい、それなりにいろんな策を練らなきゃならないんですけども、まあ、そこはできるとして、いや、一体本当にそれは守られるのかということを担保する方法はないわけですよね。で、その時に、計画立ったはいいけれども、計画も守らなかった人が一番得をするという状況には、まあ、なりかねないことはなりかねないですし、あとはその、ブランド、新潟米って、まあ、これは農業としても重要ですし、まあ、ある種新潟県民のアイデンティティですよね。美味しい米を作ってる新潟県っていう、もう、それはもう、確率、心の中にあるわけですが、で、この、ブランド価値っていうのも、価格と量と両方で決まったりするわけですから、一気に暴落する、っていうことは、その分、非常に、ブランド価値の毀損でしょうしね。ね、かといって、
量も確保しなければいけないみたいな、ちょっとあの三分的な言い方で申し訳ないんですけど、まあ、この問題はあの極めて大きな問題で、ぜひあの、まあ、ちょっと本当にあのそこはちょっと私国もあの国にあの一言言いたいところであるんですが、あまりにもその丸投げすぎると、でこれで一体どうしろと、あの県には調整力はないんですがという気持ちではあるんですけれども、まあそんなこと言ってられないので、あの、なんとかできる方法を考えてですね、なんとかやりたいと思ってます。それは大きな課題だと思います。で、そういったその、具体的な課題としてはそうなんですけれども、もう一つ、一回り大きな課題としては、やっぱりそれはもう担い手不足でしょうね。ね、まあ私の実家も農家ですから、あの、で、かつ私の出身地も、まあ、臨時農村ではあるわけなので、まあ、これ、相当担い手が不足しているっていうのはもう極めて厳しい現実でして、で、これこのまま放置するとですね、まあ先ほど言ったその、お米は新潟県人のそのある種、こう、アイデンティティがあるんですけども、このアイデンティティを保つのは非常に困難になりかねないと思いますね。だからこれに関しては、まあ、なんていうか、今年中みたいな話じゃないんですけれども、やはりあの、きちんとした対応していかなければならないというふうに思っております。ありがとうございます。そろそろ時間ですが、展開させてください、はい、毎週分です、はい、あの先ほど原発の視察の話が出ました。年度内というのは今年度内ということで、あ、今年度内という意味ですね。あの、まあ、3月内にはそれはあの行きたいところであるんですよね。ただ、まあ、本当にこう予算がこうガタガタと入ってくるので、まあ、スケジュールできなければそれは伸びることもありますけれどもということですね。はい、はい、いかがでしょうか。では以上で終わります、はい、ありがとうございました。